秀吉軍の勢い止まらず左翼が崩れました。なんと、あの猿めが。ゴズメを出して食い止めよう。はっ。解せぬ。いかにあやかしとはいえ、よほどの霊石を用いぬ限りこのような勢いは。利光、信長様より奪った霊石、厳重に保管してやろうな。答えよ、利光。霊石をどこへやった。いかん、光秀様の身が。よう、秀之治。いつもながら見事だな。さあ、光秀を倒しに行くぞ。あ、どうした、なんだよその顔。おい、汚い真似を。光秀様を、光秀様を頼む。本当に行くのか。我らを口封じのため抹殺、それがお主らの筋書きであろう。すでに滅びを覚悟した身、今さらお主と争う気はない。
信長様の命を奪ったのは重き大義を果たすため。世は調和の上に成り立つ。乱れては万物が滅びよう。秀千代殿だったとは流行りすぎたようだ。徳川が家臣服部半蔵にござる。ここはまだ敵地。我らは藤吉郎の追っ手を足止めしておるのよ。時は稼げた。まずはこの場を離れようぞ。ほうほう、我らにぎたまと同じ気配がするの。信心より生まれ、人に寄り添う我らにぎたま。そして怨念より生まれ、人を喰らう新たま。この二つの均衡をなくしては世にあるすべての誠意は成り立たぬ。長き戦乱で怨念が募り、新たまばかりが勢いを増しておる。このままでは均衡は崩れてしまおう。天下太平がために戦う徳川に力を貸すがよい。案ずるな、わしがついてやろう。気に入られたか。続きはかけながら話そう。伊賀衆が手を配り、家康様は無事に三河へ戻られた。しかし徳川が陣立てを整えるのはまだ先になろう。藤吉郎に対抗した織田の急進たちはことごとく敗れ、ついに柴田勝家殿も劣勢に追い込まれておる。そこで徳川に代わり勝家殿を助けてもらいたい。勝家殿の居城は北の城。ここ伊賀より山を越え近江の北へ向かうがよい。勝家殿、そしてお市殿を救えるのはお主のみだ。俺の主は藤吉郎になったんでな。悪いが首をもらう。
ここまでとはな。お前に勝てる気はしねえな。主のために忠義を尽くすのが侍。負けたからには腹を切って詫びるしかねえだろ。Ha ha ha!